こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、Amazon のセラーアカウントを作ったらですね、えー、毎日やるべきこと、えー、それがセラーセントラルを毎日確認するというのがあります。まずセラーセントラルにログインすると、こういう旗があってね、旗の横に1とか2とか、えー、あるいはね、何件もあればもっと3とか、えー、ここに数字が入ることがあります。これは読まないと、 えー、セラーパフォーマンスに影響すると、ねえー、セラーセントラル毎日チェックしてないということで、Amazon、えー、からの評価が低くなりますので、必ずこの旗をチェックするというのは、えー、習慣づけてください。それから、このパフォーマンスというところに、ね、バイヤーメッセージ、えー、これが入っていることがあります。でこれも、ね、24時間以内に返事しないと、あるいは、ねえー、売り込み なんかね、えー、評価をつけますよとかね、えー、トラフィックを上げますよとか、えー、売り込みが入ってくることもありますけど、そういう迷惑な売り込みもですね、えー、ほっとくと悪影響がありますので、えー、返事をしないという選択もできます。で、何しろ、毎日ここをチェックしてですね、えー、こういうメール来てましたというのをね、えー、返事する前にご報告してください。まあ、これはもう、 毎日開いてみて何もなければまあそれだけでいいんですけどこのチェックをね何日もしないでほったらかしにしとくとまあせっかく取引をしてアマゾンにこいつは大丈夫だと思われてねカート取得率を上げたいところがまあこの開くずに返事をしてないとかメッセージを見てないということで下がってしまっては元も子もないんで必ずこのセラーセントラルのチェックはしてください。もう メッセージが入ってるのを見てね、えー、なんかメッセージ来てるなということで、えー、質問していただくだけだったら、まあ1分もかかりませんので、この習慣、えー、毎日セラーセントラルに入って、えー、メッセージが来てないかチェックするというのはね、習慣づけてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。